こんにちは。こんにちは。噂で聞いたんですけど、はい、すごいなんかいい感じの絵を描くという噂を聞いて会いに来たんですけど、はい、初めて僕絵を見るんだけど、描いてほしいんだけど、はあ、ちょっとお題出していい？いや、もうぜひぜひ。じゃあまずね、何でもいいです。まずね、はい、簡単なとこから、はい、じゃあね、犬？犬？犬。ああ、全然大丈夫です。犬いけます？はい、犬いけます。いけます。いいですか、先生？いいですよ。犬っすよ。はい、描けました。描けましたか？はい。じゃあ、はい、せーので、せーのでやってみましょうか。せーの、ドン。これ犬？犬っす、犬っす。これワニでしょ。いや、犬っすよ、犬。この鼻がしっかりドゥーンってこう、長いところにあって、で、その下に牙があって。ちょ、この足何これ？足、これ犬の足ですね。でもワンしかもさ、なんでこのちっこいのこんなに。はい。ちょっと実力出てないかもしれないです。これなんとなく分かった感じが。いやいやいや。感じが分かったから。いや、ちょっと大丈夫ですよ。じゃあもう一問いこうかな。もうぜひぜひ。もう一問。ミッキー行きましょう、ミッキー。うん、ああ、もうみんなのミッキーですね。みんなのミッキー。ミッキーは、ね、知ってるよね。ミッキーもちろんっすよ。知ってるよ。ミッキーはだってあれじゃないですか。もうどこにいても見るじゃないですか、やっぱり。ミッキーはもう生まれてから何千回見てるんですかね。ねえ。早く書けよ。オッケーです、書けました。できた、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 できました。じゃあ行きましょうか。いいですか？せーの。笑えないぐらい上手。ずるいよね、ちょっと上手くなっちゃいました。ミッキーだよってずるくない？これ。ずるい。僕のサインがありましたんで。いやいや、視聴者プレゼントしてもいいですよ。いらない、それ。欲しい人いるかな？いる。欲しい人じゃあ。連絡を。コメント欄で。コメント欄、コメント欄で。じゃあね、ちょっとね、はい、僕らの年代は、やっぱりね、ドラゴンボールなんですよ。ドラゴンボール。比較対象が欲しいと。はい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 。動画の先生も、安井先生にちょっと登場してもらって。あら。ちょっとね、対決をしてもらおうかと思うんですけど。いいんすか？安井先生です。はーい、安井先生。安井先生。ドラゴンボールから悟空を描いてもらおうかな。悟空っすね。孫悟空ね。任せてくださいよ。悟空っすね。悟空、悟空。ハチマキしました。あー、そこら辺任せる。任せます。任せる。どういうシチュエーションでも。今日悟空。あ、ハチマキしてないんだ、俺の中で悟空は。何だったんだよ、じゃあハチマキ。大事かな、アイテム大事かなと。でも難しいよね、この見本があるわけじゃないから。いやー、久々に書くんでね、ちょっと難しいと思う。真剣な大人二人。レッスンより真剣な顔。レッスンより真剣な顔。じゃあ安井先生から、ええ、もうあの湯本先生のやつ、ええ、散々もう見たんで、はい、ちょっと飽きてきました。せーの、ドン。おお、めっちゃうまい。うまっ。大丈夫ですか？あれ、ドラゴンボール書いてた人です。マジでうまいわ、びっくり。恥ずかしい、恥ずかしい。あ、ね、はい、ドンが書く、はい、せーの、ドン。誰ですかこれ。なんだろう、何が違うんだろう、こんなに。二重のとこも似てる。二重じゃない、二重じゃないの。二重にしてない。二重じゃないの。二重にしてない。二重で描いてるのこれ。これ二重ですね。絵の描けない人が必ずやること、吹き出しを必ず絶対つける。確かに。もうそこは俺、そこ一本勝負なんで、もう必ず名前を書く。うんうんうん。吹き出しとかね、全然ダメだから。全然ダメだから。そうそうそう。散々でしたね、本当に。散々。散々でしたけど。ひどい。ちょ、あなた。なんだよ。え、ずっと撮ってますよね。うん、撮ってるよ。カメラずっと向けて、はいはいはい、人の絵を笑って。うん、ひどいね、これね。いや、いや、最低なやつだよ。描いてみてくださいよ。でもね、俺、うまくはないけど、うん、地味なんです。普通だから全然面白くない。じゃあ、その普通の絵を、つまんない絵って言うんで。むかつくなる。描いてみやがれ、描いてみやがれ。何、お題は、お題、キューティーハニーを描いてください。キューティーハニー？キューティーハニーか。あで、中途半端に描けるから、まあちょっとね、笑えない感じで、そう、全然、ね、普通、普通な感じで描いちゃうんですかね、どうせ。全然面白くないと思うけど。ちょっと少年に戻って。まさかの、お題がハニーっていう。ね、キューティーハニー来ると思わなかったので、まだ。やっぱね、いや、お題、だって僕だってね、犬来ると思わなかったですよ。できましたよ。お、キューティーハニー。でもね、笑える感じだね。まあ、普通に見せれるぐらいの感じですかね。はい、どうぞ。どうぞ。ひどっていうか、まず性別違えし。しかも俺に言ってたやつやってるし、この書いちゃうやつ。